はい、皆さん、こんにちは、翔です。で、今日がですね、1月の8日なんですけど、昨晩米国株大幅に上がりまして、ナスダックに関しては 2% 以上上がってるんですよ。で、今日日経平均もですね、2万8000円の締め、大きく超えてきたんですけど、ただ日本株に関しては1点だけですね、ちょっと懸念しておくべき、まあ注意しておかなければいけない点がありましたから、そこの情報について今回皆さんにシェアしていきたいと思います。で、僕は2013年に証券会社に入社して、毎年社長賞を取って準 MVP 獲得しています。で、このチャンネルはですね、去年の8月に立ち上げたばかりなんですけど、僕のチャンネルではマーケットニュースであったり、テクニカル分析の実践的な付け方、各国市場の動向、個別銘柄の分析、そういった情報を皆さんにシェアしていきたいと思っていますので、まだ僕のチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、まずチャンネル登録からしていただいたらすごい嬉しいのでよろしくお願いいたします。じゃあいつも通りですね、まずはマーケットの状況から見ていくんですけど、S&P500、3803、1.48% 上昇、ナスダック、13067、2.56% 上昇、ニューヨークダウン31,041ドル、0.69% 上昇、ビックス 22.37、10.77% 下落、日経平均28,138円、 2.36% 上昇、上海3562、 0.38% 下落、深圳15280、 0.49% 下落、ユーロストック3622、 0.31% 上昇という形になっています。で、これを見てもらったら分かる通り、昨晩ですね、米国株大幅に続伸いたしまして、特にですね、ナスダック、ここがですね、2.56% 上がってるんですよ。で、今回ですね、トリプルブルーが達成されたということで、一旦ですね、ハイテク株に関しては、下落圧力、まあ強まったんですけど、ただ反面ですね、昨晩に関しては大きく上昇しているというところ、そこに関しては注目しておかなければいけないですし、さらにですね、景気敏感株、特に金融株がまた上がってきてるんですよ。また金利がですね、上がっているような形になりますから、その関係で S&P500 に関しては 1.48% 上がりましたし、市場の不安心理を表すビックス指数、恐怖指数もですね、今回 11% 相当急落してるんですよ。なのでマーケットの不安心理ですね、それが低下していますから、現状ですね、アメリカ株に関しては強い値動き、まあそれをしているっていう風に判断できるんですけど、その流れを受けて今日日経平均648円高の 28,138円、節目の 28,000円のレベル、まあ、そこをですね、明確に超えてきてるんですよ。ただ今回の上昇に関してはおそらくですね、個人投資家が買ってるところが結構強いんじゃないかなっていうふうに思っていて、逆にですね、海外投資家に関してはちょっとですね、変な値動き、まあ動きをしてきてるっていうところがありますので、その具体的な情報に関しては後半の方に皆さんに解説させていただきたいと思ってるんですけど、で、昨晩はですね、アメリカの方で重要な経済指標、これがですね、いくつか発表されていまして、まず見ていただきたいのが ISM、非製造業購買担当者景気指数、ここの動向なんですけど、ここに関しては市場予想 54.6 に対して結果が 57.2、 市場予想を大幅に超えてきたんですよ。で、このグラフを見てもらったら分かる通り、先月分に関しては低下していたんですけど、ただ今回はですね、元のペースに戻ってきたっていうところ、まあそこに関しては評価されるべきところですし、さらに見てほしいのがアメリカの方の失業保険申請件数になるんですけど、今回ですね、市場予想が80万件に対して結果がですね、78万7千件、市場予想を下回ったんですよ。要は改善したんですよね。なのでここもですね、アメリカ株の上昇圧力、まあそれにですね、寄与したんじゃないかなっていうふうには思うんですよ。ただ一方で悪い経済指標、それも出ていまして、それがですね、アメリカの貿易収支になるんですけど、市場予想がですね、マイナス652億ドルに対して、結果がですね、マイナス681億ドル。市場予想をまた下回ってきてしまってるんですよ。ということはアメリカの経常収支、今ですね、2008年来の水準まで悪化していますから、今回こういった風にまた貿易収支が悪化してきてるっていうことは、経常収支の回復がまた遠のいてるような形になるんですよね。そうなるとドル売り圧力、それにまたつながるような形になりますから、現状ですね、ドル円に関しては円安に進んではいるんですけど、また一旦ですね、下げの方に転じてくる可能性も考えられはするんですよ。なのでこの貿易収支の現状ですね、そこは皆さんしっかりと押さえておいていただきたいんですけど、じゃあそういった状況を踏まえて各マーケットのテクニカル分析今からしていこうと思うんですけど、もしこれから使うテクニカル分析の使い方あまりよくわからないという方がいらっしゃいましたら、概要欄の方に関連動画のリンク載せていますので、そちらをですね、後ほど見ておいていただければと思います。じゃあまず最初にですね、ニューヨークダウン、ここから見ていくんですけど、現状ですね、ニューヨークダウンに関しては今回ですね、 0.67% 相当上がっていまして、下のマックDに関しては今回ですね、青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンドを形成してるんですよ。さらにパラボリック、このドットチャートに関しても日足の下の方に点灯していますから、ここに関しても上昇トレンドを形成している。さらに現状の日足の位置、ここに関してはボリンジャーバンドのプラス2シグマ、上の青のラインに沿って今上がってるんですけど、今回ですね、ニューヨークダウ上がった関係で、このボリンジャーバンドのバンド幅が拡大してきてるんですよ。
なので今後ですね、上昇方向にバンドウォーク、それが形成されるのかっていうところ、まあ、そこには注目なのかなっていうふうには思うんですけど、じゃあニューヨークダウの上下に最も寄与した銘柄、それがどこなのかっていうと、上昇寄与度1位がゴールドマンサックスになりまして、ここでニューヨークダウを40ドル相当押し上げてるんですよ。その下にマイクロソフト、ユナイテッドヘルス、アップル、JP モルガンチェスっていう形で続いていくんですけど、この5銘柄だけでニューヨークダウを175ドル相当押し上げるようになってるんですよね。じゃあ逆に下落寄与度上位、これがどこなのかっていうと、下落寄与度1位が 3M になりまして、ここでニューヨークダウを29ドル相当押し下げるようになってるんですよ。その下にホームデポ、P&G、アメリカンエキスプレス、コカ・コーラっていう形で続いていくんですけど、この5銘柄だけでニューヨークダウを57ドル相当押し下げるようになってるんですよね。なのでこれを見てもらったら分かる通り、今回のですね、上昇に最も寄与した銘柄、それは銀行株になりますから、金利の上昇によって銀行株が上がる流れ、それがですね、まだ続いてるような形なんですよね。なのでこれがですね、いつの段階で途切れるのかどうかっていうところ、そこに関しては注目しておかなければいけないんですけど、じゃあゴールドマンサックスの株価が現状どういったチャートを形成しているのかっていうと、このチャートを見てもらうと、下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンドを形成していますし、さらにですね、この青のラインに関しては、今、鋭角に切り上がってるんですよ。さらに注目してほしいのが、ボリンジャーバンド、この形状になるんですけど、現状ですね、日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマ、この上の青のラインに沿って上がるですね、バンドウォーク、それを形成してるんですよね。なので、このバンドウォークが終了したタイミングで、おそらくですね、銀行株に関しては売り圧力、それが生じる可能性が考えられますから、今後ですね、このゴールドマンサックス、日柄調整したりとか、変なですね、値動き、ボリンジャーバンドのプラス2シグマから、この日足がですね、離れるような値動きをしてきたときは、ちょっとですね、注意が必要なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。じゃあ次に S&P500、ここはどうなのかっていうと、下の MACD に関しては若干ですね、ゴールデンクロス、上昇トレンドを形成しているんですけど、たださっきのニューヨークダウンみたいに、バンド幅がそこまでまだ拡大していないですから、ここがですね、今後さらに拡大してくるかどうかっていうところ、まあ、そこにはですね、注目しなければいけないんですけど、じゃあそれと関連して S&P500 のセクター別騰落率、これがどういった状態なのかっていうと、これを見てもらうと上昇上位セクターがインフォメーションテクノロジーになりまして、ここで 2.65% 上がってるんですよ。その下に一般消費財、エナジーという形で続いていくんですけど、じゃあ逆に下落上位セクター、これがどこなのかっていうと、下落1位がユーティリティになりまして、ここで 1.33% 下落してるんですよ。その下に生活必需品が続いていくんですけど、これを見てもらったら分かる通り、今回下落したセクターはこの2セクターだけなんですよね。さらに今回インフォメーションテクノロジーセクター、これが 2.65% 上がってるっていうところ、まあ、ここに関しては注目しておかなければいけないんですけど、ただ現状ですね、バリュー株、割安株がですね、ちょっと買い戻されているような形になりますので、ここでですね、ちょっと S&P500 のバリュー株指数、ここのチャートもですね、確認したいと思うんですよね。で、現状ですね、下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンドを組んでるし、さらに注目してほしいのがボリンジャーバンドの形状なんですけど、さっきの S&P500 に関しては、まだですね、バンド幅、上の青のラインと下の青のラインですね、これがまだ大きくですね、開いていなかったんですけど、ただこのバリュー株指数に関しては、このバンド幅が今拡大してるんですよ、結構ですね。なのでここに関しても今後ですね、バンドウォーク、日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマ、上の青のラインに沿って上がるですね、チャートパターン、上昇トレンドを形成してくるかどうかっていうところ、まあ、そこにはですね、注目しておかなければいけないんですけど、じゃあ次にですね、ハイテク株、ナスダックが現状どういったチャートを形成しているのかっていうと、現状下の MACD に関しては、まだですね、ゴールデンクロス、青のラインがオレンジラインを下から上に突き抜けていないんですよ。まだここに関しては明確なトレンドを形成はしてないんですよね。ただパラボリック、このドットチャートに関しては、今回急騰した関係で、日足の下の方に点灯しましたから、ここに関しては上昇トレンドを今回形成してるんですよ。で、現状の日足の位置はボリンジャーバンドの上の青のラインで一旦頭を抑えられているような形になりますから、まだですね、規則正しいチャートパターン、それをですね、継続して形成してるんですけど、なので今後その MACD がさっきのニューヨークダウであったりとか S&P500 同様にゴールデンクロス、まあ、上昇トレンドを形成してくるかどうかっていうところ次第で、このナスダックの値動きもまた変わってくると思うんですよ。なのでそこの動向に関しては見ておいていただく必要があるんですけど、じゃあそれと関連して個別銘柄の値動き、それをいくつか見ていくんですけど、まず見てほしいのがアルファベットになるんですよ。で、現状ですね、下の MACD に関しては青のラインがオレンジライン、これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンド形成しそうになっていますし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しても今回ですね、日足の下の方に点灯しましたから、ここに関しても上昇トレンドを形成している。さらに現状の日足の位置、ここに関しても一目均衡表の雲の上限、この緑のラインを今回ですね、明確に上回ってきていますから、
ここに関しても上昇トレンドを形成したんですよ。なので今トリプルで上昇トレンドを形成していますから、アルファベットに関しては強いチャートパターン、それをですねまた形成しに行ってるんですけど、でさらにですね見てほしいのが日足の形ですね。ここを見てもらうと現状ですねダブルボトムを形成していると思うんですよ。というのがここで一旦下げて上がって下がってまた今回上げてると思うんですけど、でこのですね谷間のですね山ですね、ここの高値を超えてくると、もしかしたらここの高値、そこをですね試しに来る可能性も現状アルファベットの値動き見てると考えられますから、ここがですねどういったチャートを今後形成してくるかっていうところ、そこにはですねちょっと注目しておいていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですよ。でさらにですね見てほしいのがテスラですね。ここの動向になるんですけど、ここに関しては今回ですねまた 8% ぐらい上がってるんですよ。で現状のチャートの形を見てもらうと、下の MACD に関しては上昇トレンドを形成しているし、 RSI に関しても現状金継ぎのないそこを超えている。ただ現状のボリンジャーバンド、この形を見てもらうとバンドウォークを形成してるんですよ。なのでこのバンドウォークが途切れるようなチャートパターンですね、それが形成されるまでテスラモーターズに関しては上がってくる可能性、それが現状考えられますから、今後ですね日柄調整がいつの段階で入ってくるかっていうところ、そこを見てあげてたらテスラモーターズに関してはうまくですねトレンドを掴んでいただけるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ただ一方で下がってる銘柄、ちょっときつい銘柄もありまして、それがですねズームになるんですけど、現状ズームに関しては昨晩ですね 0.5% 6% 相当また下がってるんですよ。で下の MACD に関してはまだデッドクロス下落トレンドを形成していますし、パラボリックに関しても日足の上の方に点灯していますから、ここに関しても下落トレンドを形成している。さらに現状の日足の位置、ここに関してはボリンジャーバンドの下の青のラインですね、マイナス2シグマのラインあたりで今うろうろしてるんですけど、ただ直近のチャートパターンを見てもらうと、このボリンジャーバンドの中央線ですよね、赤のラインのところでこの段階で弾き返されてるんですよ。なのでいつの段階でこのボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインを上回ってくるかどうかっていうところ、そこにですねズームに関しては注目してもらってた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。じゃあ次に日経平均、ここはどうなるかっていうと、下の MACD に関してはゴールデンクロス上昇トレンドを形成していますし、 RSI に関しても今回上昇したことによって過熱気味のラインを若干なんですけど超えてきてるんですよ。さらに現状の日足の位置、ここに関してはボリンジャーバンドのプラス3シグマ、この上の青のラインのところまで一旦上がっているんですよ。なのでここに関しては加熱気味のラインのところまでまた一旦上がっているような形になるんですよね。さらに見てほしいのが海外投資家の動向、まあ投資主体別売買動向の最新情報になるんですけど、このデータを見てもらうと12月の25日の週と12月の30日の週、要は昨年末ですね、海外投資家は日本株を現金で売り越しに転してきてるんですよ。まあ、若干ではあるんですけど、なので海外投資家は10月から12月に日本株をですね現金で2兆4130億円相当買ってることになってるんですよ。ただその反面ですね、個人投資家、日本の国内投資家がどういった状況だったのかっていうと、その同期間ですね、国内投資家は日本株を現金で2兆2161億円相当売却してるんですよね。なのでもしかしたらですね、今回日経平均急激に上がってるんですけど、その買い主体は主に国内投資家であって、反面ですね、海外投資家に関しては、この機会を絶好のタイミングだと思って、売り仕掛けてる可能性も一応考えられはするんですよ。まあもしかしたら買ってる可能性ももちろん考えられはするんですけど、なので今日僕はですね、長期の資産をまた一部利確したんですよ。これに関しては今日ツイッターの方でも投稿してるんですけど、余裕を持ってですね、上値を追っていきたいなっていうふうに僕は思ってるので、もしかしたらこれからさらに日経平均上がってくる可能性も一応考えられはしますから、なので僕はですね、そういった戦略を取ってるっていうことだけはですね、皆さん知っておいていただきたいなっていうふうには思うんですよね。ただ一方でマザーズ、ここに関してはちょっとですね、面白いチャートを形成してきていまして、このチャートを見てもらうと、下の MACD、パラボリック、このドットチャートに関しては2つともですね、上昇トレンド、それを形成してまして、今回ですね、マザーズ 1% 以上上げた関係で、一目均衡表の影のライン、この緑のラインを抜けてきてるんですよ。なのでこの赤のラインですね、一目均衡表の上下のライン、このラインを今後抜けてくると上昇トレンドが3つになりますから、マザーズに関してはさらにですね上がってくる可能性も考えられはするんですよ。なので今日僕はですね長期の資産売りはしたんですけれども、一部ですね、その反面今日もまたデイトレを結構していますので、マザーズ銘柄を中心ですね。なのでマザーズがまた今回ですね重要な局面に入ったっていうところ、そこに関しては皆さんしっかりと押さえておいていただきたいなというふうには思うんですよ。じゃあちなみにマザーズの関連銘柄、今日どういったところが動いたのかっていうと、まず見てほしいのがアンジェスですね。
ここがですね、今回 8% 以上上がってるんですよ。で、現状下の MACD に関しては、青のラインがオレンジライン。これを下から上に突き抜けて上昇トレンド、それを形成していますし、さらにパラボリック、このドットチャートに関しても日足の下の方に点灯していますから、ここに関しても上昇トレンドを形成している。さらに現状の日足の位置、ここに関しては、一目均衡表の上限のライン、この緑のラインを今試しに来てるんですよ。なので、ここを超えてくると、このアンジェスに関してはもう一段高してくる可能性も一応考えられはしますから、ここの動向に関しては皆さんしっかりと覚えておいていただきたいですし、さらに見てほしいのが創生グループ、ここの動向になるんですけど、ここに関しては今回 5% 弱上がってるんですよ。で、現状の MACD 見てもらうと、ここに関してはゴールデンクロスを形成しているし、パラボリックに関しても日足の下の方に点灯していますから、ここに関しても上昇トレンドを形成している。さらにですね、今回底を打ったタイミングっていうのが、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインのところまで一旦下がった段階で、今回急上昇してるんですよね。で、現状ですね、ボリンジャーバンドの上の青のラインですね、そこのところまで一旦上がってはいるんですけど、なので今までのチャートパターンですよね、それを見てみると大体上の青のラインに達した段階で下げ圧力、下落圧力が強くなる傾向がありますから、これからさらにですね、上がってくるのか、もしくは切り下げてくるかっていうところ、まあ、そこに関しては注目しておいていただいた方がいいんじゃないかなというふうには思うんですよ。なのでマザーズ銘柄に関しても直近ですね、かなりいい値動きしてきていますから、ここに関しても皆さんですね、注目していいトレードをしていただきたいなというふうに思うんですよね。で、銘柄選別のポイントであったりとか、売買のエントリーの仕方、その解説動画は概要欄の方に詳しいもの、まあ、リンクをですね、載せていますので、もしですね、まだ見てらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、そちらをですね、ぜひとも参考にしていただければなというふうには思うんですけど、なので現状のマーケットを見てみると、米国株に関してはまたですね、ちょっと流れが変わってきたんじゃないかなというふうには思うんですよね。特にナスダック、ここが今回また上昇に転じてるっていうところ、まあ、そこに関しては評価されるべきなんですけど、なので今後ですね、さっきも言った通り、MACD ですね、これがゴールデンクロスを明確に組んでくるかどうかっていうところ、まあ、そこには注目しておかなければいけないですし、さらにですね、昨日皆さんに解説したんですけど、市場の中心銘柄ガーファムですね、ここに関しても結構良し悪し分かれてるんですよ。もちろん昨晩はですね、上がってはいるんですけど、なのでそこの動向に関しては昨日の動画で皆さんに詳しく解説していますから、それを参考にですね、うまくトレンド、それを掴んでいただければなというふうには思うんですけど、あとは日経平均に関しては今回2万8000の締め、それを超えてきてはいるんですけど、ただ海外投資家の売買動向、それを見てみると昨年末若干なんですけれども、売りに転じているっていうところ、まあ、ここの動向に関しては皆さんですね、注目しておいていただきたいなというふうに思うんですよ。ただ一方でマザーズ、ここに関しては、かなりですね、今また重要な局面に来ていますから、さっきも言った通り一目均衡表の上限ですね、この赤のラインを抜けてくるかどうかっていうところ、まあ、そこにはですね、皆さん注目しておいていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今回もですね、動画を最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また皆さんのお役に立つような動画、どんどん投稿していきたいなというふうに思っていますので、よろしければチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ご視聴いただき、ありがとうございました。